はい、どうも関東です。さて今回の動画はですね、美食の旅路ってクエストがあるんですけど、これですね、美食の旅路のこの収穫エリアで、これですね、渚の究極ですね、こちらを1時間周回してどのくらいメダルと、この食材、卵とか人参とかわかめとか、あと食材コインですねがゲットできるのかっていう検証をねやっていきたいと思います。はい、検証なんで一応食材全部売っておきました。でメダルも引き換えておきました。で今のところ一応運極にできてるのが、この子ですね、味見谷涼このチュミはできてないですね。で、あとコネクトスキルとか美食の旅路とかは解放してないんですけど、戦型の書とかはもう全部ねゲットしました。レベルの書、戦型の書、英雄の書は、でワクワクステッキとかミラクルミンとかコンテニューミンはゲットしてないので、これを食材コインをねたくさん集めて、1時間やって どれだけ食材コインが入手できるのか、そしてこの卵とか人参とかわかめがどれくらい入手で食材が入手できるのか、そしてあとメダルですね、メダル5倍なのでメダルもどれほど何個ゲットできるのかっていうのを1時間やって検証していきたいと思います。すいません、ちょっと前置き長くなってしまって、今現在のまず最初ですね、最初は今現在のこのメダルのダイヤの個数をちょっと見ておきましょうか。ダイヤが今96個スタートですね、96個スタートで、食材コインは0 で食材も0ですね。はい、もうこの状態で今から1時間やって、何個集まるのか、メダルと食材コインと食材が集まるのか、検証していきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。はい、ということで、今回やっていくパーティーはこちらですね。まずダウトですね、ダウト運枠ですね。で、メダルがゲットできるのでスコア稼ぎの力の番手を連れていきます。特急エールついてますね。で、あとは火力要因で、アルティメットマドカちゃんですね。で、フレンドがヤクモですね。ヤクモのフレンドを毎回連れていきたいと思います。ちょっと一括編成でちょっと順番変えておこう。順番はダウト、マドカ、アンテか。はい、そんな感じでフレンドはヤクモで毎回やっていきます。で、毎回この卵をね使います。75個あるんで、よし、やっていきますか。で、ヤクモがこうフレンドが全くいなくなっちゃったら、この助っ人再利用っていう助っ人民を使って、ヤクモちゃんを復活させていきます。もうちゃんでいいか。はい、ってことでやっていきましょう。まず投資で、一回やっていきます。はい、スタート。いや、俺これね、なんか今回ねやってみたんだけどね、美食の旅路ね、ちょっとね分かりづらかったね。今回パッと見初見の人は分かりづらいと思う、この仕様が。なんでまだガブホークやったんす、やってないんですよね。やったんすけど、なんかなんだっけ、ガブホークに挑戦するにはレベルを結構上げないといけなくて、なんかレベル4で作れる友情コンボとか2倍になる料理とか、とりあえず強化する料理をたくさん作ってやんないといけなくて、ガブホークを。なんかそれがちょっとなんか分かりづらくて、もうちょっとやってないんですけど、僕ガブホークは、ガブホークは多分もう残り10日くらい切ったら やろうと思います。とりあえず今はあれですね、周回して戦型の書とかレベルの書とか英雄の書とか、そこの報酬のねアイテムのゲットをたくさんゲットしたいなっていう感じで周回した方がいいなと思ってやってます。
そこのあなた、こそこそと何を取っている？分かんないよね、マジで。海はみんなのもの。私、間違っていて。じゃあ、ステージクリアということで。はい。で、どんなもんなのかっていうことですね、報酬が。まあ、こんな感じですね。こんな感じで食材が手に入ります。そしてグルメコインが300コイン1回クリアすることにもらえます。でメダル5倍なので、スコア稼ぎ特急 L のバンテを連れていくことによってメダル1個とメダル1500枚もゲットできますね。はい、はい、まあ、そんな感じでこのクエストを1時間周回して、どれだけグルメコインと食材とメダルが集まるのかっていう検証をね、やっていきたいと思います。今回の動画は。はい、ということでやっていきましょう。スタート。1時間後にお会いしましょう。スタート。はい、ということで、1時間経過しました。それでは結果報告の方やっていきたいと思います。1時間で31回クリアしました。31回ですね。31回クリアして、まずメダルの方から確認していきたいと思います。メダルが1277枚なので97枚スタートだったので30ですね。メダル30個ゲットできました、1時間で。そして31回周回できて、でお次グルメコインは31回クリアして何枚ゲットしたのかっていうことなんですけど、9300枚ですね。1時間やって9300枚ゲットしました。そして食材の方、今回、1時間やってどんだけ集まったか見ていきましょう。食材の方が卵92個、人参が129個、わかめが105個ですね。はい、ということで以上、まあこういう結果になりました。じゃあまあ今回ね、検証用で集めたんで、これ一括売却していきたいと思います。OK。まあ1時間やってね。はい、こんな感じで4万。これ全部売ったんで4万1900になりましたね。はい、ということで。ちょっとチュミーを運極にしていきましょう。しょう。はい、でチュミーどこだったっけ、なんて読むんだろうね、漢字むずくて分かんねえよ。いやでもほんとよかったっす。 あと10体足んない、10体じゃない、あと9体か、9体っすね。はい、1234589、 OK。はい、OK、で運極にしましょう。はい、いやー来ました、ありがとうございますね。1時間周回してよかった、マジでこの企画やってよかったわ、マジ。趣味がこんな感じですね、ストライクショットが。年一度のお正月、思いっきり盛り上げていくっすよ。いいっすね、ありがとうございます。で、もう一人いたんすけど、運極にした子が、どこだったっけ？あ、いたいたいた。味見谷亮ですね。美食の館へようこそ。ご注文は何になさいますか？いいっすね。この今日、この今日。この子は運極にめっちゃできますね。だから、引き換え所で、1体ゲットするのに100コインなんで、1体っていうか1ラックか。なんでこの子、ま、めっちゃ運極作りまくれますね、今回。運極めっちゃ量産っていうか作りまくれるんで、それいいっすね。運極めっちゃ作るのありっすね、今回。この、りょうちゃんの。ですね。はい、ってことで。
あ、こっちも引き換えておきますか。ゲットしなかったまだミラクルミンとか。コンテニューミン。コンテニューミン。OK。あとワクワクステッキだけっすね。結局、まだ、コネクトスキルの書とかも含めたら、4万くらい、4万じゃない、5万か。ワクワクステッキも2万だから、3万、コネクトスキル3万5千。5万5千。5万5千くらいで、もうちょっとでコンプですね。コンプリートできますね。はい、そんな感じで、まあ頑張っていきたいと思います。やっていきたいと思います。で、この、なんだっけ、都を喰らいし暴食の爪っていうのがあるんですけど、まあこれ余談なんですけど、ガブホークか。ガブホークがね、なんか、やっぱ料理食べてから行かないといけないらしくて、なんかそれより、なんだっけ、そう、こんな感じで、友情コンボと、なんか 2倍になるみたいな。味方全員の攻撃力みたいな。弱点への攻撃倍率2倍とか、HP が3万上昇とか、そう、こういうのつけてから戦うらしいっす、ガブホークは。なんでちょっとね、ちょっとややこしいっていうか、わかりづらいなって思うんで、ちょっと、後回しにしたいと思います、ガブホークは。僕はもう今回、残り、あと、今15日なんですけど、残り10日くらい切ったら、ガブホーク運極すると思います。はい。まあなんかね、結局作るんですけど、運極、ガブホークの。けどまあ、今はちょっとそれより優先させるべきことが、まあこの、納品依頼。本日のご注文はこちらです。腕が鳴りますね。納品依頼とか、あとなんだっけ。なんかここの引き換え所で、この、りょうちゃんの運極をめっちゃ量産、まあ作りまくるとか、あと他に優先させたいことは、この、追憶の書庫の、この、お正月期間限定1月9日までの、この子たちを、お正月の限定キャラを、やっぱ運極したいなっていうか、これ9日までなんで、こっちの方が優先度高いなっていうか、僕的にこっち優先させたいなってめっちゃ思ってるんで、ガブホーク後でいいかなってすげえ思ってますね。うん。最悪残り5日くらいまであんまやんなくてもいいのかなとか思ってますけど。ですね、まあなんでここを運極を9日までなんでこっち運極優先しますね。僕は今回。はい、で、あと、りょうちゃんですね。味見谷りょうちゃんを運極作りまくるですね。こっちを優先させたいと思います。はい。そんな感じで、ですね。はい。以上こんな感じに。終わろうと思います。はい。で、最後になんか動画やるか。あ、M4 勝利機能。うお、すげえ。ハービセルクリアしました。おこれ俺見たわ。後からアーカイブ見ましたね。めっちゃなんかヤクモでワンパンしてたね。タイガー桜井さんがヤクモで2回ワンパンしててね。やっぱ僕はさすがやなと思いましたね。はい。ってことで、僕ランク703行ったんですよ。ランク700突破したんですよ。あの、経由差で。700達成しますみたいなお正月ね。の間にって言ってたんですけど、無事に経由差やって、うさこだっけ?うさこと、めでた一家、周回して、なんだっけ?ランク700行ったんで、今回、ランク700のガチャ引きたいと思います。では、やっていきましょう!これ引いて終わりたいと思います。今回の動画。はい、行きましょう。やっぱ経由差いいね。経由差めっちゃ好きだわ。さあ、何が来るか。めっちゃ楽しみだな。何が来るんでしょうか。あ、大橋小橋大、わかんねえわ。名前がわかんねえ。なんていうの?まあ、いっか。はい、ということで、出ました。はい、ありがとうございます。よくわかんない。で、なんか今、期間限定で、なんだっけ、このガチャ、伝説の武具、5、5
5じゃなくて6、7、8、8、伝説の武具8っていうやつが、このハーメルンパイプが出ましたね。なんかシングルガチャ無料で1日1回引けるんですけど、確定のお知らせみたいなのが出て、ハーメルンパイプが出ました。はい、そんな感じですね。なんでこれね、みんな今シングルガチャどんどん回していったらね、この当たりキャラが、このうちの3体が誰か当たると思いますんで、もうこれね、いいね、この企画ね、いいと思う。無料で1回引ける。はい、ということで皆さん引いてみてはいかがでしょうか。今回の動画ね、ちょっと長くなってしまったんですが、まあ検証動画と、以上おまけランク700達成のガチャでございました。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。